原料稲なの？稲っていうか、わら。石木草っていう草なんです。石木草ね。石木草？石木草。高山なじ？草の仲間なのかなとは思います。あ、そうですか。重いもんですね。もうそうなんですよ。で、一つ一つに意味があるんですね。で、これが握手っていう意味で、これが草の真ん中にある大地っていう意味なんです。土なので、まあ、そういうのをイメージして作ったものだと思います。物を入れていただいてもいいんですけど、ね、これがこういうのがついてるので、ね、このままかけていただいてもいいと思います。だいたい1個作るのに5日間くらいから1週間くらいかかるんですね。このサイズだと。へぇ、結婚式の当日に娘さんはあれを頭の上に乗せて綺麗な民族衣装を着て、あのご主人になる方の家まで、まあ、家族で送るっていうのが伝統的なあの結婚のスタイルなんです。でお母さんがその娘さんの幸せを込めて一本一本編んでいくので、あのこれ全体がこう幸せを呼ぶとか幸福のバスケットっていう形で生まれた。幸福のバスケットですね。ああ、はい。全部このね、意味があるわけです。意味があるんですね。第一でしょ、これは何だって。平の丘、千の丘か。千の丘。それからこれが、なんかね、これが太陽なんだな。ああ、太陽ですね。全部いいな。これも、ああ、はい。これ食べるんで。あ、取れないのかね、これ。どうなんですかね。すいませんが、あ、向こう行っちゃいましたね。これはコップですか。カップ。カップ。いや、カップ。これしかし漏れるのかな。あ、確かに漏れるのかな。いらっしゃい。このカップだ。あ、そういうことですか。Is it dyeing in the glove color? Or is it dyeing the color? Okay, Scott.